ウィズミュージック、コミュニティの魅力的な音楽イベント、密着、平野紫陽のダンススタジオ初潜入、衝撃の舞台裏が明かされる、今夜7時、生放送の新しい音楽番組、ウィズミュージックが民放初の登場を果たします。この2時間のスペシャル番組では、視聴者を新しい音楽体験へと導きます。番組のハイライトは、注目のアーティスト、ナンバー、愛のデビュー曲、ウートの初披露です。 この曲には今後の音楽シーンに大きなインパクトを与える可能性があります。あなたが想像するよりも、このダンススタジオは一風変わったものでした。入り口を開けると、踊り手たちが音楽に合わせて身を委ね、リズムに身を任せています。その中心には、平野仕様がいました。彼の魅力的な笑顔がスタジオを照らし、その笑顔に魅了されない人はいないでしょう。なんて曲作っちまったんだと彼は言いました。彼の言葉からは、 喜びと興奮がこぼれ出ています。その瞬間、私も彼の楽しみに巻き込まれ、その曲がどのようなものか気になり始めました。そして、番組が生放送されることで、彼の言葉がどれほどの真実を伴っているか、より明らかになるでしょう。ウィズミュージックの事前番組を見ることで、彼らの練習風景に触れることができました。それはまるで、音楽の魔法がスタジオを満たしているかのようでした。彼らは軽やかに踊り、 曲に対する情熱が彼らの動きから滲み出ています。その情熱は視聴者の心をも魅了し、私たちを彼らの世界に引き込んでいきます。しかし、私たちの心は一つではありません。番組の放送が迫るにつれ、緊張感が高まっています。彼らの熱意と同じくらい、私たちの心も高鳴ります。そして、彼らがステージに立ち、その瞬間が訪れることを待ち望んでいます。 民放初登場の瞬間が迫る中、私たちは一緒に息を飲んで待ちます。彼らがスタジオを飛び出し、音楽の世界に飛び込む瞬間がやってきます。その瞬間、私たちは彼らの夢を一緒に見ることができるのです。そして、彼らがステージに立ち、曲が始まると、その瞬間に私たちは引き込まれていきます。彼らのパフォーマンスはまるで魔法のようで、私たちはその魔法に取りつかれてしまいます。 彼らの熱意と情熱がステージから伝わり、私たちの心を打ち抜いていきます。この夜、私たちはただ見るだけではなく、彼らと共に感じ、共鳴しました。彼らのパフォーマンスは、私たちに勇気と希望を与えてくれました。そして、彼らの夢が現実になる瞬間を一緒に分かち合うことができたことに、感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。番組では、音楽だけでなく、 コミュニティの視点やイベントの社会的影響にも焦点を当てます。視聴者は、名探偵コナンという人気番組が同じ曲で放送されていることに、先望の念を抱いている様子を垣間見ることができます。しかし、この番組は、単なるエンターテイメント以上のものを提供します。視聴者は、音楽の魅力を通じて、新しい経験や洞察を得ることができるでしょう。ナンバー、愛のデビュー曲、ゴートの初披露は、 視聴者にとって待ちに待った瞬間です。彼らの楽曲は、単なる音楽だけでなく、アーティストの独創性や才能を表しています。加えて、番組ではダンススタジオへの初潜入も行われ、アーティストの創造性と情熱が存分に表現されるでしょう。視聴者は、番組が始まるまでのわずかな時間を心待ちにしています。彼らは、 番組の内容やパフォーマンスに対する興奮を共有し、新しい音楽体験を楽しみにしています。そして、番組が始まると、彼らは音楽に酔いしれ、アーティストたちの情熱的なパフォーマンスに感動します。新しい音楽番組、w ズミュージックは、単なるエンターテイメント以上のものを提供します。それはコミュニティの一員としての経験であり、音楽が持つ力を通じて、新しい感動と洞察をもたらすものです。 視聴者は、今夜の番組で不思議な音楽の旅に出発し、共に素晴らしい体験をすることでしょう。今夜のエンターテインメント会では、待ちに待った瞬間がやってきます。民放初となる新番組、w ズミュージックが、視聴者の心をつかむ特別な2時間の生放送でお届けされます。この番組では、視聴者を新たな音楽の世界へと誘います。何と言っても注目すべきは、ナンバー、アイのデビュー曲。 ボートの初披露です。これまでの準備の一端を垣間見ることができるかもしれませんが、本番でのパフォーマンスに期待が高まります。番組には音楽ファンだけでなく、多くの人々が期待を寄せています。放送が迫る中、視聴者たちはソーシャルメディア上で盛り上がりを見せています。この番組が放送されることを知ったファンたちは、ツイッターやインスタグラムで熱心に予告や期待を共有しています。 ヒラノシや神宮寺ユータ、キシユータなど、出演者たちのファンたちは特に興奮しています。今回の放送では、番組がどのようなコンセプトで進行されるのか、どのようなゲストやコーナーが登場するのか、多くの興味を持つ人々が注目しています。また、番組が社会的な影響を与える可能性もあります。音楽は人々を結びつけ、彼らの心を動かす力を持っています。この新しい番組が、 視聴者に新たな感動やエネルギーを与えることで、コミュニティにポジティブな影響をもたらすことが期待されます。さらに、番組が放送されることで、音楽産業における新たなトレンドや才能の発見にもつながるかもしれません。新人アーティストや新曲の発表は、常に業界に新しい息吹をもたらします。また、番組が成功すれば、 今後同様の音楽番組が増え、より多くのアーティストが活躍する機会が生まれるかもしれません。この番組は、単なる音楽番組以上の意味を持ち得るかもしれません。視聴者が楽しむだけでなく、彼らの心に響くエネルギーを与え、新たな文化的なムーブメントの一翼を担うかもしれません。待ちに待った時間がやってきました。今夜の7時、新しい音楽の旅が始まります。皆さん、お見逃しなく、この番組は、 視聴者に新たな刺激を与え、彼らの日常生活に活力をもたらすことが期待されます。音楽は感情を表現する手段としてだけでなく、人々を鼓舞し、結びつける役割も果たします。この番組を通じて、視聴者は新しいアーティストや音楽ジャンルに出会い、彼ら自身の音楽の思考を拡張する機会を得るかもしれません。また、番組が社会的なテーマに焦点を当てる場合、 視聴者はより広い視野を持つことができるでしょう。音楽はしばしば社会的な問題や価値観を反映し、視聴者に共感や理解をもたらします。番組がこれらのテーマにアプローチする場合、視聴者はより深い議論や考察を促されることでしょう。では、次は何に期待しますかどんな音楽が私たちの心を魅了するのでしょうかそして、彼らの夢が次にどこへ向かうのか 私たちは一緒に見守りたいと思います。次回の放送が待ち遠しいですね。最後に、番組が成功すれば、新たな才能の発見や音楽業界の発展に寄与することが期待されます。視聴者が新人アーティストや新曲に触れることで、彼らの支援やファンダムが形成され、音楽シーン全体が活性化するでしょう。つまり、w ズミュージックは単なる音楽番組に止まらず、視聴者の心をつかみ、 社会的な影響を与え、音楽業界の未来を形作る可能性を秘めた特別な番組です。今夜の放送を楽しみに待ちましょう。